東アジア E1 サッカー選手権、勝った方が優勝の日韓戦。ライバル対決は日本にとってあまりにショッキングな展開を迎えます。突破口を開いたのは日本でした。前半3分、ここも前に来た。今大会右サイドで大きな存在感を放つ伊藤が PK を獲得します。これを小林が落ち着いて仕留め、2試合連続ゴール。早い時間帯に先制し、幸先のいいスタートを切ったかに見えましたが、13分でした。9番のキムシヌク、そこにめがけてくる。韓国のエースキムシヌクに同点ゴールを許すと、さらに22分、日本は来る前のこのファールで韓国にフリーキックを与えます。いや、ここはあっと決まりました。あっという間に逆転を許した日本、悪い流れは止まりません。35分でした。体を入れるが、いやーっと、またフリーになっている。警戒していたはずのキムシヌクにまたも仕事をさせてしまいます。前半だけで3失点、反撃のきっかけをつかめないままゲームを折り返します。しかし後半に入っても主導権を握り続けたのは韓国でした。24分、日本フリーキックのピンチ。低いボール、小林がクリアを試みますが、ゴールに吸い込まれ4失点目。敗戦ムードが深まる終盤、川端、さらに阿部をピッチに送り込みます。すると39分、その阿部からのクロス、合わせたのは川端。途中出場の2人からチャンスが生まれます。さらにアディショナルタイム、川端シュート。ここもあと一歩まで攻め込みますが、ネットを揺らすことができません。完敗で優勝を逃した日本、最後まで自分たちのペースに持ち込めないまま過ぎ去った90分をどのように受け止めたのでしょうか。あれだけ差をつけられたらやっぱり悔しい思いしかないですね。前半3点取られた後はもっと前から行かなきゃ勝てなかったと思うので、やり方を変えなきゃいけなかったかなと思います。相手のセンターバックに力で負ける部分もありましたし、まあ、動きとかそういう質とかは落とさないで、もうちょっとフィジカルのところを伸ばせればなと思います。いや、もう情けないですね、はい、もう本当に残念です。1点を取ってしまう、どうしても受けてしまう。でその中で韓国はすごいやっぱ高さを生かした攻撃をしてきたので、まあ、それになかなかチームとして対応できなかったかなと思います。新しいメンバーで、やる中で、まあ、手応えっていうのも少なからずありましたし、もちろん反省するとかはしないといけないですけど、まあ、次しっかり、集まった時には、全員が、迷いなくできるようにしたいなと思ってます。こんばんは、スポーツライフヒーローズです。さて、ハリルジャパン日韓戦は1対4と非常に悔しい結果となってしまいましたが、今回は国内組のワールドカップへの生き残りをかけたサバイバルの舞台でもありました。その代表へのサバイバルをこの人はどう見たんでしょうか。東アジアのライバルとの激闘を終えたハリルジャパン、ロシアワールドカップ代表生き残りをかけて臨んだ国内組のメンバー、その中でアピールに成功した選手とは。日本戦全試合で解説を務めた小野伸二を直撃。まずはフォワードから。まあ、伊藤選手ですかね。初代表ですけれども、本当出てから素晴らしいパフォーマンスを見せてくれていたので、まあ、本人的には、ね、まだまだできた部分はあったかもしれないですけど、僕見た中では非常にいい、プレーが数多くあったなという感じがします。やっぱり1試合目ですね。1試合目途中から入ってきて、彼が入ったことでテンポも変わったり、本当ボールを持ったらすべて勝負するという気持ちが、ね、前面に出てたんで、非常に良かったと思います。いや、点取る選手じゃないですかでも結局は点取らないことには勝てないんで、まあ、そういう選手を求めていると思うんですけど、まあ伊藤選手みたいな、1人2人いてもドリブルで突破していくような選手も必要じゃないかなというふうに思います。続いてはミッドフィールダー。やっぱ今野選手ですかね。まあ、3試合連続で出てますし、本当に黒子に徹して、守備の部分では非常にいいものをたくさん 見せてくれたので、はい、この選手かなと思います。まあ柔軟性があるんで、攻撃においても組み立てもできますし、で守備においてもそういう、
危険なところを察知する能力が高いんで、非常にロシアでも必要な選手じゃないかなというふうに思います。はい、一方で厳しい意見が出たのがディフェンダー陣。ディフェンスライン、全体的にやっぱ簡単に裏を取られてしまうとか、今日、まあ、韓国戦 の試合もそうですけど、少し簡単にやられる場面が目立ってたんで、ちょっとディフェンス面的には難しいかなっていう感じしますね、ちょっと選ぶのは。はい、苦しい展開になればなるほど、両サイドバックのボールの配球の仕方っていうのはすごく大事になってくると思うので、まあ、そういった意味では日本のね、今回、3試合見ましたけど、ちょっとまだ物足りなさはあったんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、庄司選手はアピールというかね、まあ、2戦目であのシュート決めてますから、いいアピールにはなったんじゃないですか。チームではね、そういう役割をしてるわけで、代表だからといってできないってことではないと思うので、そういうところでもどんな場所でもそういうリーダーシップっていうのを取り続けるために、もっともっとね、強い、気持ちを持って、やるべきだなっていうふうに思います。最後はゴールキーパー。まあ、中村選手は、ね、第一戦から非常に相手の攻撃の目をつんでくれてたと思いますし、非常にいいセーブがたくさんあったんで、非常にいいアピールをしたんじゃないかなというふうに思います。いよいよ来年はワールドカップイヤー。ロシアへの切符を勝ち取る国内組は果たして。今回国内組のサバイバルとも言われていた大会ですけれども、一方で今回招集されなかった海外組、香川選手だったり岡崎選手、今結果を出していますから、さらにこのサバイバルは激しくなっていきそうですね。全てを来年につなげてもらいたいと思いますけれども、東アジア E1 選手権を終えて2011の全日程を終了したハリウジャパンですが、今年の成績は6勝3分け4敗という内容でした。はい、来年はいよいよ6月のロシアワールドカップを控えたワールドカップイヤー2018年を迎えることになります。